考え方を変えなければ、うつ病になります。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスター・オカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています。はい、ということで、ミスターおかち・オカチは自己発揮の専門家として、本音で生きるための考え方、ライフスキル、行動習慣を紹介していると。なぜそれをやっているのか。それは、幸せになるためです。 本当に幸せになるためには、本音で生きるしか方法はありません。本音で生きないと、やりたいことが分からず、自分の力を発揮できなくて、毎日楽しくないからです。はい。で、うつ病になってしまうからです。ミスターオカッチがそうでした。自分の気持ちを我慢して、やりたいことを我慢して、周りに合わせてばかりいて、そして、うつ病になってしまいました。 ということで、今日は、うつ病になってしまう危険な考え方、トップ3を紹介したいと思います。考え方が変われば行動が変わり、行動が変われば習慣が変わり、習慣が変われば人生が変わっていく。やはりこの考え方っていうのはとても大事なんですよ。えー、昔はね、うつ病の治療薬を販売してた営業マンやったんですけど、やっぱり薬で症状はある程度コントロールできます。ただ、 薬で症状をコントロールしても、 考え方が変わらなかったら、また同じ環境に行ってしまって同じ考え方をしてたら、またうつ病が再発しちゃうんですよ。だから、薬で治すだけじゃなくて、考え方の歪みを修正していくことがとても大事です。はい。ということで、今日はね、うつ病になる危険な考え方を3つ紹介させていただいて、えー、あなたがうつ病に悩まされることなく、毎日楽しく、そして最高のあなたを表現できるようになれば幸いです。 はい。ということで、このチャンネルでは、えー、本音で生きるための行動習慣、そして自分らしく最高の自分を表現するための、えー、ライフスキルを、えー、紹介してますので、興味がある方は、えー、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、概要欄からご覧ください。はい。ということで、行きましょう。今日は、鬱になる危険な考え方、トップ3です。はい、トップ3。えー、一つ目、幸せは手に入れるもの。 二つ目、将来困らないように、点点点。三つ目、嫌われないように、点点点。嫌われてはいけない、点点点ですね。はい。それでは一つ目。幸せは手に入れるもの。 もう昔の価値がそうやったんですけどえ一番にならないといけない結果を出さないといけない営業マンでトップを取らないといけない認められないといけない褒められないといけないっていう風に自分の幸せとか喜びとか楽しさっていうのを自分の外側に求めていたんですえ何か外側に幸せであったり楽しさっていうのがあってそれを手に入れるためにかむしゃらに頑張る努力する一生懸命全力でやる そういうふうに考えてました。そしてそれを手に入れなかったら。 幸せを感じられない。そんな感じだったんですよ。結果が出なかったら、負けてしまかったら、一番にならなかったら、褒めてもらえなかったら、幸せを感じることができなかったんです。だから常に心のエネ,エネルギータンクというか、エナジータンクは乾きっぱなし。何かを手に入れて一瞬喜びがあって潤うけれども、すぐ次の瞬間に乾いていく。乾くからまた手に入れないといけないって全力で走っていくっていう風に、全然満たされなくて、苦しくて、ストレスが溜まって、 そして「鬱になってしまいました。 もちろん、目標を立てること、夢を持つこと、そして誰かに役に立って褒められることっていうのはすごい大事なことではあります。でも、そこに自分の幸せを完全に置いてしまうと、本当に苦しくなる。なぜなら、それは自分にはコントロールできないから。人に褒められるかどうか、一番を取れるかどうか、結果を出せるかどうかは、自分にはコントロールできないんです。自分には変えることができないんです。どれだけ頑張っても、どれだけ努力しても、認められないことはある、褒められないことはある。そして 勝てなないいこことと結果が出ないことはあるんですだから自分にコントロールできない外側に自分の幸せを置いてしまうと本当に苦しくなりますだから自分の外側に向かって努力するこれも大事ですけれどもそれと同じぐらいいやそれよりももう少し大事なことそれは 今の自分を肯定することありのままを肯定することです自分の内側自分の今のこの状況この状態に喜びを見いだすことです、はい、今の自分こういういいとここういういけないところもありなりたい自分理想の自分とはかけ離れているけれどもいろんな問題があるけれども今の自分はそのままでも素晴らしいっていうふうに自分を肯定するこの与えられている仕事場そして家族この環境の中で何かいいことはないか 何何かかかか楽しいいいことはないかな何か喜びはないかななな喜びって今いる環境の中で楽しさを見つけていくということこの考え方がとても大事ですえー、で具体的にどうやったらいいのかっていうと、えー、これめちゃめちゃおすすめなんですけど「だからこそ」っていう言葉を口癖にする何か悪いこと何か嫌なことがあったら「だからこそ」っていう言葉を言ってしまうんですよ例えば人に悪口を言われた だからこそ普段からあの人とちゃんとコミュニケーションすることが必要だ。一番取れなかった。だからこそこれからどうやっていったらいいのかがわかる。というようにだからこそ〇〇ができる。だからこそこんないいことがあった。ということを見つける習慣を、えー、普段からやっていくことすっごい大事です。そのためにだからこそっていうのを 口にしてくださいだからこそできることは何だろうだからこそ,こそいいことは何だろうっていうふうな発想、考え方をしていくと、えー、たくさん幸せを見つけることができるようになります。二つ目、将来困らないように。 これも昔あったんですよね。将来この会社があるかどうかわからん。将来自分が結婚できるかどうかわからん。将来自分は生きていけるのかなって、未来に向かって不安になったり心配になったり恐れてしまう。そのために今、これをやらないといけないと思って、今を生きるということ。 もちろん将来に対して備えることであったり、目標を持ったり、夢を持つこと、これ大事なんです。でも、その未来のためだけに今を生きてしまうと、今の自分の気持ちであったり、今の自分の気分であったり、やりたいことっていうのが我慢したい。 何やろ犠牲にななななったりしいいいいといけないじゃないですかそうなるとね今の感情が抑圧されて苦しくなっていくんですよ息苦しくなってして呼吸できなくなっていくんですよねはいでそうなるとやっぱうつ状態になっていくということですもちろん未来に対して不安がありそれを備えることで安心するそういう自分がいるのも分かりますわかりますだからそういう備えも大事なんですけどそれと同じぐらい今本当に自分が求めていること今の自分が気分が乗ってる 言っていることは何なんだろうということで今の自分の気分を満たすことをちょっと え、大事にする。ちょっとでいいんで、ちょっとでいいんで、今の自分を、の気分を満たすということを大事にする。どんなことでもいいです。喉が渇いたら飲むとか、えー、ちょっと、えお、おしゃれなカフェ行きたいと思ったらおしゃれなカフェ行くとか、コンビニでね、ちょっといつもよりも高いチョコレートを買うとか、どんな些細なことでもいいので、自分の今の気分を満たす。未来の自分じゃないです。今の気分を満たすということを、ちょっと意識的にやっていくことで、えー、なんやろ、えー、ちょっとエネルギーがね、ぐん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 って上がっていくので、 エネルギーが上がると未来に対して行動する力も湧いてくるということです。やっぱり今の気分が満たされていないとエネルギーが湧いてこないので行動できないんですね。行動できないとやっぱり未来に対する備えであったり、目標に対する、えー、なんかコミットっていうのも湧いてこないので。だからこそ今の自分を満たすということ、とっても大事です。はい。3つ目。えー、これが最後です。嫌われてはいけない。 はいえー、周りの表情が気になる。周りの顔色が気になって、これを言いたいんだけど、これを言ってしまったら嫌われるんじゃないか。空気を読んでない発言として、のけ者にされるんじゃないか。居場所がなくなるんじゃないかと思って、心配になって、自分の気持ちを我慢したり、言いたいことを言わなかったりする。はい。こういうふうにね、自分を我慢していると、やっぱ苦しくなって、息苦しくなるんですよね。辛く、生きづらくなっていくんです。で、そもそも、 全員に好かれることは不可能です。ね。無理なんですよ。一人一人、あのー、食べ物にも好き嫌いがあって、音楽にも好き嫌いがあって、なんやろ、好きな芸能人、俳優さん、みんな、好みがバラバラなので、こういうことを言ったら全員に好かれる。こういう表情をしたら全員に好かれるってないんですよね。無理なんですよ。あの、ま、マイケル・ジャクソンですら嫌いな人がいるし、カレーライスですら、なんやろ、嫌われることがあるんですよ。ね、絶対無理なんですよ。で、 しかも、そのみんなに好かれるために自分を作ってずっと背伸びした状態で生きてると背伸びしているその状態を背伸びしているその状態を好きになってもらうとその背伸びしている自分でいないといけなくなるんですよ、ずっと。 だってそうしないと嫌われてしまって、そうしないと、なんやろ、えー、あいつなんか変わったなと思って、のけ者にされたりするんで、だからね、もちろん、不快な気持ちに刺さないようにするってことを考えることは必要なんですけど、だからそのままの自分、等身大の自分を出していくっていうのもすっごい大事なんですね。背伸びしている状態だったら苦しいから、背伸びを。 ッと下ろして等身大の自分で生きる等身大の自自分分を表現していいくととうこと自分はこんなことが好きでこんなことが嫌いでこんなことがやりたくてこんなことがやりたくないんだっていうことを、ね、日頃から表現していくそうするとそれを受け取ってくれる人が現れます自分のそのままを愛してくれる人が れれててそういうい人に囲まれるとスストレスなく安らげ,安らげて本来のの自分の力が発揮できるるようになるんですですもね、いきなりね、あんたの考え方は違うとか、あんたのこと嫌いやって言うと、これはもう、これはいきなりこう、難しいじゃないですか。だからちょっとずつでいいんですよ。自分と違う意見を言った人がおった。じゃあ、る〇〇さんの意見は確かにこうこうこういう点ではいいですよね。 でも私は個人的には少し考え方を違っていてこういうふうに思っているんですと。でもこれは一意見ですと。あなたに押し付けるつもりもないしあなたの、何やろ、あなたの えー、考えを否定するつもりもないと。ただ私はこういうふうに思っているというふうに意見を述べるだけなんですよ。こういうことだけでいいんですよ。まずは相手を否定したり、あんたは嫌いって言うんじゃなくて、一意見としてこう思いますよっていうところから少しずつ自分の考えであったり気持ちっていうのを表現していく。 そうすることで、その自分の気持ち考え、そのままの自分を愛してくれる人が絶対に現れます。そっちの方が良くないですかえっとね、なんか、偽りの自分を愛してくれる人に囲まれるよりも、そのまんまの自分、いいところも悪いことも知っている、そのまんまの自分を受け入れてくれる人とそばにいる。そっちの方がね、楽やし楽しいし、えー、受け入れてくれるから失敗怖がらずに挑戦しやすくなると思うんですよね。はい。 えー、だから、ちょっとずつ自分を表現していく。ありのままを自分が肯定し、ありのままの自分をちょっとずつ表現していく。言葉にしていく。これはとても大事だと思います。はい。まとめです。今日は、 鬱ににななってしししままう危険な考え方トップ3を紹介しました、えー、1つ目幸せは手に入れるもの自分の外側に幸せを置いてしまってその幸せが手に入らないと自分は自分は何やろう喜べないんだ楽しくないんだってなってしまうと苦しいから自分の内側そのままの自分をまずは肯定して受け入れて今いる環境の中で楽しさ喜びを見いだしていくということはい2つ目将来困らないように未来に 対対すすするるる備えそして未来に対する不安を解消するための行動もちろん大切です。でもそれ以上に今この瞬間この瞬間の命をどうやって燃やすのかこの,じょこの瞬間に、えー、どうやって楽しいことを実行するのかという今ここを生きるということ未来に対する不安じゃなく過去に対する後悔ではなく今ここ。 今ここ楽しくするには、今ここ自分の最高を表現するにはどうしたらい,いんだろうっていう、今ここを生きる。自分の気分を満たしてご機嫌になっていく。これとても大事です。三つ目。えー、嫌われてはいけない。えー、嫌われないことは不可能なので、不可能なので、少しずつ自分の好きなことであったり、自分の気持ち、 こんなことにかが悲しいとか、こんなことが嬉しいっていうのを、えー、伝えられる人から順に伝えていきましょう。はい。ということで、えー、今日は鬱になる危険な考え方トップ3を紹介しました、えー。このチャンネルでは今回のように、あなたがあなたらしく生きるための考え方、そして行動習慣を紹介しています。 え、もしよければ、最新動画を見逃さないように、チャンネル登録ボタンをポチッて押してくれたら嬉しいです。そして、チャンネル登録ボタンをポチッて押していただいたら、その横にね、鈴のマークがあるので、それを押していただいたら、皆さんに僕が、え、YouTube を更新したら、通知が届くようになりますので、ぜひ、鈴のマークもポチッて押してもらえたら嬉しいです。はい、ジエンド。それでは、また会いましょう。See you!